こんばんは、阿部彩里です。今週私からクイーンステークスの予想をお届けします。この動画では、レース映像のおさらい、馬自身の過去の戦績、馬柱による出走馬同士の力の比較、最後にデータを加味して、予想しています。よかったら参考にしてみてください。今週もよろしくお願いします。ではここから予想に行きたいと思います。今回のクイーンステークスは札幌競馬場で行われます。札幌競馬場の特徴を説明すると、ローカルなんですけれども、意外とコーナーカーブがきつくなくて、コーナーをゆったり回れるということで、小回りが苦手な馬が意外と穴を開けるかもしれません。コーナーが長めに作られている分、直線が短いというのも特徴で、あとは高低差も少ない平坦なコースなので、前走坂に苦しんだ馬の巻き返しももしかしたら期待できるかもしれません。今回は出走馬の4頭が出走していたマーメイドステークスの馬柱から馬の実力を測っていきたいと思います。阪神 2000m なのでコース特徴がまた違って、これを全部鵜呑みにするというわけではないですけれども、ここをきちんと走って過去に札幌を構想していたりした場合には、馬の実力が衰えておらずコース適性もあるということで、軸選びの参考になると思いますし、馬同士の比較で馬券が組みやすくなると思います。よかったら参考にしてみてください。こちらがマーメイドステークスの馬柱になります。こっちから順に着順と馬名と金量と、コーナーの通過順と上がりタイムが書いてあります。3着のアースライズは今回は出走しないんですけれども、参考程度で書いてあります。こう見てわかるのがですね、まずこの1着のマキシマムドパリと2着のクエンズミラーグロが、もう本当に甲乙つけがたい内容だなと私は思います。マキシマムドパリは4コーナー3コーナーからじわ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 動いてきて、で結果、1着という感じで、クエンズミラーグロは、4コーナーまでずっと足を貯めて直線で勝負で2着という感じで、まあ最後に痛い位置の差かなという気がしますね。両方とも上がり使えてて、クイーンズミラーグロは 0.1 秒ですけど早い上がりを使えているので、もし位置取りが違ったら勝てたかもしれないなとは思います。本当に甲乙つけがたい内容だと思います。であとはなんですけれども、初ガツオはこの、11番手にいたから、そこから差し切るのは大変なんじゃないかという気もしますけれども、まあ49キロという筋量を考えると、今回55キロで6キロ筋量プラスになるので、ここでもうちょっと着順上げとかないと今回も厳しかったのではないかなと、まだまだ G3 だと難しいかなと私は見ています。でそれから、この当選ビクトリーですね、今回もそこそこ人気するんじゃないかなと思っているんですけれども、こう見ると、3-3-3-5か、5番手に4コーナーでいるということは、クイーンズミラーグロと同じ位置にいたんですよね。それなのにこの上がりタイムが、クイーンズミラーグロが 34.7 で、当選ビクトリーが 35.4 と、ここまで差がついてしまっているのは、ちょっと今回も大丈夫かなという気はしますね。まあ、あとは、阪神 2000m なのでコースが全然違うので、過去の戦績なんかを見て参考にはしてみますけれども、横との比較ではちょっと今回危ないんじゃないかなという気はします。なので今回私が、推したいのはこの、順番通りになりますけれども、1着のマキシマムドパリと2着のクイーンズミラーグロを推したいと思います。時間の関係上、マーメイドステークスしか、馬柱から見ていくっていうのはやりませんけれども、私自身はこのようにいつも予想しています。それを踏まえた上で今回の私の買う馬を発表したいと思います。まず本命20丸に選んだのが4番のクイーンズミラーグロです。金3走 0.1 秒負けと惜しい結果に終わっています。札幌競馬場では去年 0.2 秒差の3着と4着という好成績を残しており、しかもそのうち1回の相手は G2 馬のボアのミッキーロケットでした。安定感を買ってぜひ軸にしたいと思います。次対抗に選んだのが6番のマキシマムドパリです。
クイーンズミラグロと互角だと思います。札幌未経験なのでクイーンズミラグロの方を本命にしましたけれども、構想する可能性は高いと思って太鼓に選びました。で次に選んだのが黒三角で2番のアイロリットです。前走牡馬混合戦で1着馬が52キロで出走できるのは美味しいと思いますし、この間東京の長い直線を先行して逃げ切ったのはやはり実力の証だと思います。ただ、前走外外を回っての勝利だったので、今回の内枠がどう響くかという不安と、洋芝が未知数なので印を下げましたけれども、最初本命視していただけにこの馬軸の馬券も買うことにします。最後に穴に選んだのが3番のシャルールです。前走を見る限りでは、中山の内回りコースだったんですけれども、コーナーで一旦置いていかれてしまっていました。前年のクイステークスで2着しているように札幌コースが合うかもしれないので、今回この人気だったら狙ってみるのも面白いと思います。ではここからは、私の馬券をご紹介したいと思います。今回の馬券はこれでいきます。馬単はクイーンズミラーグロとマキシマムドパリを軸にして、合計10点買います。アドマイヤリードは後ろから行くと思うので差し切れるかどうかという点と、あとは洋芝適性が未知数なので軸にはしませんでしたけれども相手には入れてみます。山勝グレースは前の回に期待して入れてみました。3連単はクイーンズミラーグロと、あと当初本命にする予定だったアイロリットを軸に置いて、24点で買ってみます。あとは、副賞はシャルールを1点買ってみようと思います。もし買えたスバ券や、あと他のレースをやるときとかは地方競馬とかもたまにやるんですけれども、全部出走前にツイッターの方に買い目上げてから買ってるので、よかったらそっちの方も覗いてみてください。あとは五十嵐レイさんも重賞予想毎週お届けしているので、そちらの方もぜひご覧ください。では今週も、最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。